プリント基板装着用の軽電気軽電気の動作アニメーション軽電気は動作スイッチ、物理量、電力機器等の状態に応じ制御または電源用の電力の出力をする電力機器である。元は有線電信において電走路の電気抵抗によって弱くなった信号を中継するために発明されたものである。津などではないという記号が使われることが多い。 発明者は、ジョセフ・ヘンリーである。小電力の入力によって、大電力のオン・オフを制御することが、当初の目的であったため、軽電気を用いることを時として、ンくするというが、対象とするものを直に制御するよりは、安全性や操作性、操作の確実性等が増すことから、必ずしも、電力的な増幅の目的にとどまらず、広範囲な目的で多用されている。 電磁系電気の内部構造の一例。カバーを外したところ、茶色の線を巻いた電磁石が見えている。下部が端子。上部にバネがある。電磁系電気は電磁石により接点を物理的に動かし、開閉する経電気。電磁リレーとも呼ばれる。消費電力が大きい、動作が遅い、家電圧、電流に強い、高周波の制御も、 可能などの特徴がある。接点の構成により、メイク電磁石に電流を流した時に接点が閉じる、A 接点、常回接点、脳接点と呼ばれる、ブレーク電磁石に電流を流した時に接点が開く、B 接点、常平接点、NC 接点と呼ばれる、トランスファ電磁石に電流を流すことで複数の接点を切り替える、C 接点、 切り替え接点と呼ばれるラチェット電磁石に電流を流すたびに接点の開閉を切り替えるなどがある。端子のそれぞれ示す。電磁石と並列に永久磁石を設け、バネ反動力より、わずかに弱い磁力かつコイル遮断時の復帰力以下で補助し少ない消費電力で駆動できるようにしたものを有極リレーと呼ぶ。なお復帰力以上で補助すると一旦吸引したまま事故、保持する。 保持を解除するために別のコイルで永久磁石の磁力を打ち消す、あるいはコイルに逆向き電流を流して使用する方式のリレーを、ラッチングリレーといい火災放置機の受信機などで使われている。リードリレーの外観リードスイッチを接点として使った電磁リレーのこと。接点が微小であるため高速動作が可能かつ低圧、小電流向け。 また接点が封入されていることから接触不良が発生しにくく長寿命である。水銀リレーの外観リードスイッチの中に水銀を封入した水銀リレーも過去に使用されていた。接点が水銀で濡れているため接触不良やチャタリングが発生せずより高速かつ高信頼性を要する箇所に使用されてきたが水銀の毒性が注目されてきたことから代替品の開発製造が進み、 製造中止になった。液体水銀を使用するため取り付け方向に制限がある。ソリッドステートリレーの例。ソリッドステートリレーはサイリスタやフォトカプラなどの半導体素子を用いて小さな入力電力で大きな出力電圧をオンオフする軽電機の一種。ソリッド、ステートソリッドステートは字義通りには個体を意味するが慣習として 半導体素子によるや、可動部分はないといったことも指す。応答時間が早い、小型軽量にできる、機械動作がないので寿命が長い、通常のリレーに比べて、効果、などの特徴がある。プログラムリレーは、複数の経電機の機能や組み合わせを、一つのパッケージにしたものである。パソコンで簡易なラダーズを作成して、機能を登録、変更したり、本体の押しボタンや、 小型 LCD により操作や動作表示できるものもある。多数の軽電気が必要となる回路を制作したり、機能変更を頻繁に行ったりするような場合等に利用される。定格電圧リレーを動かすための電源電圧。定格電流リレーを動かすために消費する電流。正動作動作すべき時に動作した。正不動作動作すべきでない時に動作しなかった。 ご動作動作すべきでないときに、動作した。ご不動作動作すべきときに、動作しなかった。ありがとうございます。